中日エンゼルスファン、史上最悪の球団、モレノよくたばれ、球団を売れ、もう野球は一生見ない。大谷翔平流出で、野球は一生見ない。エグンファン自暴自棄、地元放送局の投稿にまで憤慨する声。日本なら本人が叩かれるのにな。メジャーには人的保障とかないんか。アスレチックスとエンゼルスでチュニドラと楽天みたいなもんか。今シーズン後半のエンゼルスはチームを勝たせるために水に切って本気で補強したのに、ドジャースファンになればええやん。どうせトラウトも試合でないし、チュニドラは弱くても動員あるし、要は楽天からソフバンに保証なしで移籍するようなもんやろ。広島ファンは FA で出てく選手叩いてたよな。そんなに興奮しないでください。だから現地じゃマイナースポーツなんよ。大谷の感謝のストーリーに最大の感謝の意はドジャースに行かないことだよとか書かれてたな。指名権譲渡とかあるんやなかったっけ。トラウトももう年やし、やる気ゼロやしで、レンドン化しそうやし、もういよいよ終わりやね。エンゼルスからドジャースファンへの移籍なら近くてよかったやん。大谷が選ばなかったらこうなるのが早かっただけだし、ドラフトとは違う。一度でも優勝争いで来てたら出ていかなかったと思うよ。なおえが悪い。 MLB と NPB では FA の概念が全然違う。ご視聴ありがとうございました。